ヒザルって、はい、近々やられそうな気はするんですけど、はい、誰にやられるんだろうなっていうのを、まあ、でも今回このエッグヘッドでヒザルはやられのかなと思うんですよね。なるほど。まあパンクハザードとかのリンクみたいな話で言うんだったら、あそこで死んだのってモネとベルゴだったんで、うんうんうん、そういう意味ではなんかそれに該当するキャラが死ぬとかっていうことも言えるのかと。でクザンが来るっていうのもなんかそういう意味ではリンクとしては綺麗なんですけどね。なんか物語の骨組みのリンクとしては、まあ、とにかくそのポーネグリフを読めるようなやつをひたすら書き集めてるような動きをしてるのかなとは思いますよね、はい、エルバフに寄ってくるんじゃねえかなっていう読みをシャンクスがしたのかなと思ったんですよね。ああ、シャンクスがエルバフにいたのは黒ひげ狙いみたいな。サウロ狙いで来るんじゃねえかなっていう狙いで寄ったのかなと思ったんですけど、はいはい、黒ひげの目的はロードポーネグリフって分かってるんで、プリンを見つけてるんで、もしかしたら古代文字はもう大丈夫っていう風になってるかもしんねえし、もしくはエッグヘッドのはルフィたちがいるってことを知ってロビン狙い、ロビン狙いの可能性もあるし、ベガパンク狙いのどこまで黒ひげが知ってるかっすね。あとこれカムサリやばいっすね。カムサリやばかったっす。カムサリマジやばいな。シャンクスはもう全てそのロシア船長のために動いてると思うんですよね、はい、こんなに崇拝してるやついないと思うんですよ、はい、ロシアを。まさしく俺も自分のチャンネルでこれもう始めた当初からシャンクス二人説とかいろいろ出てるけど、俺好きじゃないんですよ、シャンクスは善人だって言い放ってたんですけど、そうそう、俺シャンクスはもう全てロシアのために動いてると思うんですよ、もう全部ロシアの夢をこの引き継いで叶えさせるために動いてるっていう話ですよね。亡き船長ロシアの夢を叶えさせるためにはキットが邪魔だったっていう話でしたね。ロードそういう話かもしれないですね、はい、キットの情報を得るときに、はい、出身はサウルスブルーか、てんてんてんみたいな、はい、思いを馳せてるんですよね。サウスブルーは野田さんが一番注目している海か。サウスブルー絶対なんかありますよ、これ。はい。いや、でももう間違いないと思うんですね、確かに。サウスブルーは絶対なんかあると思ってるんで。ロジャーのことを崇拝していて尊敬してるんだったら、ロジャー船長が最後に降りた海っていうのがサウスブルーで、エースを生んだのがバテリラなんで。そう考えるとちょっと、もう俺最終章はサウスブルーかななんか持ってきてるような気がするんですよね。でまあ俺もラフテル霧に囲まれたサウスブルーのど真ん中にあるんじゃないかっていう考察を俺はしてるんですけど、937話扉へプランニングニューアドベンチャーズ新たな冒険を計画中っつって麦わらの一味全員が映るんですけど、ロビンが地球儀を指さしてるんですけど、レッドラインの形状とかから読み解くとサウスブルーの何もない海を指さしてるんですよ。なるほど。例えばウソップとかだったらバイキングの兜かぶってるから、もう勇敢なる海の戦士になった後プランニングニューアドベンチャーズで次の冒険を計画してるんじゃないかみたいな。なるほど。だ真実を知ったロビンがなんでサウスブルーの何もない海を指さしてるのかみたいなところでラフテルがあるんじゃないかっていう、今のその野田さんのサウスブルー激アツ問題と組み合わせるとそれもなんか意味出てきそうですよね。真実を知ったロビンがサウスブルーを指さしてる意味みたいな。外貌編の時に初めて青色の方針についての説明をした時に、二つの海に分かれてるって言ってるんですよ。最初言ってんですよね。西と東にもともと分かれてて、空白の100年を経てグランドラインができたっていうところでやっぱ2つの意味だったと思うんですよ、ね、なるほどなるほど。西と東だけで空白の100年超えて、あの北と南という概念も加わって、で東の海そのものに今のイーストブルーとサウスブルーが含まれていた。でその中にアラバスタも東だし、はい、元々東だったアラバスタも天竜人断ったとかもあるし、はい、G の名前持つものはほとんどがイーストブルーっていうのもあるし、だそれもさっき言ってたそのもう宇宙規模の話になるっていうのと似てるっちゃ似てるっすよね。その辺も全部星規模の話にならないとこの仕組まれた伏線は回収できないと思うんで。そうですね、うん、あとはもうモッチー先生お願いします。あとのことはモッチー先生があとお願いします。わかりました。モルガンズは正義のジャーナリストよ。仲間になる未来しか見えない。一人ずっと真実を求めて戦ってきたんよ。モルガンズに関する大きな伏線としては、こいつが鳥取の実モデルアルバトロスだっていうことが判明している。ただ、こいつが人型になっている姿を誰もまだ見てないし、描かれてないんだよね。なんで人獣型のままずっといるのか。人獣型というか獣型か。それはだから隠してるんじゃないかっていうことだよね。正体を。我々読者に対しても隠してる可能性があるというか、我々が知っている誰かなんじゃないかとかね、ロジャー海賊団クルーだったんじゃないかとかっていうのがあるんでね、めっちゃかっこいいやつの可能性もあるからな。仲間まであんのかな。麦わらの一味10人目
モルガンズ説って言って。ワンピースはモッチー先生のライブと考察動画で楽しんでいるものです。そんな自分ですが、夢の果てについて予想してみました。なるほど。1、ルフィの夢の果ては俺はな、いろんな漫画の世界を冒険するんだ、だと予想しました。いろんな漫画の世界を冒険する。なるほど。これなら白ひげ麦の一味の反応、島すら出たことないヤマトが涙するにも納得がいきませんかと。海賊王になって叶うのかですが、海賊王になるが小田先生がジャンプのトップになるというダブルミーニングだと考えていて、そうすれば他漫画とのコラボも叶うかも的な意味が含まれているのかなと。海賊王がなぜジャンプの王と思う方もいらっしゃると思うのですが、ジャンプのシンボルマークって海賊なんです。しかもあれですよね、二角帽子みたいなのを被って眼帯のマークっていうのがジャンプのシンボルマークでございます。しかも理由は自由奔放だから。海賊王に俺はなるってルフィのセリフに自分の夢も乗せてたのではないでしょうか。叶え方はシンプルで、ワンピースの正体がジャンプ、二課の漫画のような能力でその世界に飛び込むというものです。笑いあり感動ありの作品が多数あるジャンプですので、ロジャーたちの反応も説明できるかと。そして黒ひげのように支配独り占めではなく、ルフィのように楽しさを共有できる人間をロジャーは待っていて、ジョイボーイは多くの作者が残した数多くの素晴らしい作品、まさに一つの代表をラフテルに残したと考えました。これなら人々の初期構想説も一生できてあちいですと。ご意見いただけたら幸いです。あとこの考察で最も重要なのは、6割ぐらいが何ウソップサンジと同じ否定派でいてくれることだと思っています。笑いと。長文失礼いたしましたというところで、いやこれもう意見するあれもないじゃないですか。素晴らしい、素晴らしい、聞いたことない考察ですね。お宝としてはかなりメタ的なお宝になるみたいなところで、まあなんで笑ったのかっていうねところになるんですけど、ジャンプが置いてあったから笑ったんだっていう回収のされ方をするっていうねところなんでしょう。いやーこれもだからもうなしとは言えないですよね。このもう夢の果てに関しては、ニカが出てきた時点でもう何でもありになったんですよね。そのワンピースの正体とかで何かっていうのがもう何でもありになった感はあるんで、これを 100% 否定していくことは絶対にできないというね、可能性がこう無限大に広がったのが、人々にモデルニカでございましたと。そしてそのね、ジャンプのロゴマークの回収にもなるしっていうところなんでしょうね。その後の構想ってどうなんだろうね。でもね、これがそうだとして、例えば今連載している漫画にルフィが入っていくみたいな話になるのかな。それすごいけどな。ストーリーと関係ないところにルフィが入ってきたらすごいけどな。それはそれでかなり協力が必要だけどね。あのご協力いただかないとね、漫画家さんにね、大御所漫画家さんにジャンプの連載掴み取ってる超大御所の漫画家さんに、まあ、小田先生に頼まれたらイエスとしか言えないのかな。あの私お恥ずかしながらジャンププラスをこうダウンロードしてるんですけど、ワンピースしか読んでないですよね。なのでね、そのイレギュラーさみたいなのはね、あんまり理解できてないですけども、まだ異質ではあるでしょうね。異質だということはわかりますね。で、ドラゴンボールとトリコはコラボしてたよっていうね。まあそういうイメージなんでしょうね、多分ね。素晴らしい考察なんじゃなかろうかと。であとまあジャンプのロゴマークとかで言うと、まあジャンプのロゴマークもそうだし、そのジャンプコミックスって書いて、J と C みたいなで、C の真ん中に点あるみたいなさ、それもロゴじゃないですか、ジャンプの。なんかそれとかがファンダマンの考察、コミックスのカラーの表紙をバッて取って、裏返すと25巻から70巻までだっけ、ファンダマンが裏表紙の地図に対してこういろいろなこう行動をしている、ちょっとずつ動いていって、なんかライバルみたいなやつ出てきて逃げてとかね、で UFO 出てきてクジラに飲み込まれて、で太陽となんか一体化してみたいなブワーって あって、最後そのパンダマンの冒険がどうなるかっていうと、ジャンプコミックスのこのねロゴマークとパンダマンの顔が一体化バチンってなって終わるみたいな。でその C に点の部分がパンダマンの左目になるように同期するんだよね。そことかもあるんで、だからメタ的な宝になるんじゃないかって断言はできないんですけど、そのぐらいこう壮大なことというか、ジャンプに対する何かみたいなとか、ジャンプのロゴマークの眼帯の海賊みたいな、なんかその辺との絡みみたいなので、小田先生が壮大な仕掛けをね施してきそうな気配はプンプンしてるし、現にねパンダマンとジャンプコミックスのロゴマークが一体化しているってことをもうやってるんだよね、すでに。どうなるのかというね。ジョイボーイ直訳だと、喜ぶ少年で楽観的で明るいルフィと重なる。ジョイボーイは古代兵器を使わなくてもなんとかなると楽観的だったが、使わないことで現世界政府に負け、人魚姫に謝罪文を送らざるを得なかった。そして世界をひっくり返すためには古代兵器を使う必要がある。ルフィも使いたくない。ラフテルには負けたことが面白く記されている。結局ルフィはここまで引っ張った古代兵器を使うことなく世界を変えてしまうと予想しています。古代兵器使わない説ね、これもルフィっぽいな。使えやルフィってみんなが思う中、これは俺は必要ねえってルフィ言いそうな感じがするんだよな。確かにこの開国の意味とか、おでんはとにかく命をかけて古
大兵器プルトンを開国せよっていうことを伝えてくれたけど、ルフィはルフィでそれを使わない決断をするっていうのもルフィっぽいし熱いけどね。俺の中ではまあプルトンは使わざるを得ないというか、そうしないとマダムシャーリーの予言を回収できないとかメタ的なところもあるし、プルトン発動せず終わりはなんかこう俺の中ではないかな。まあルフィっぽさを突き詰めるんであれば使わない説もありそうだけどね。興味ないとは言ってたしね。なかなか難しいところだな。神木さんとかはもうなんかこっち発信でいきそうだよね。ルフィっぽさとか、小田先生が描くルフィはとか、そっち方面の考察の仕方ね。のすけさんとかもね、こっちの方がね、あれこれ理屈を並べるよりもどっちがルフィっぽいかみたいなさ、こっちもねかなり大切にはしたいよね。ルフィっぽさとか、最後の最後でどうなるか、ルフィがどういう決断をするのかとかっていうところは、この言語化が難しいルフィっぽさみたいなのも無視はせずに考えてはいきたいよね。